レインボーな配達便よ。何をするつもりなの？車の飾り？そうよ、カラフルなユニコーンカーにしちゃうの。そのためには虹色のカーペットをかけるわよ。全体的に貼らないとね。レンズデーの車と同じなのは嫌なんだ。タイヤにも虹を忘れずにね。あ、イーニッドの車かわいいね。レンズデーはどう思う？ノーコメントよ。でもいいこと考えた。私だって自分流に飾り付けするわ。あとは必要なものを注文するだけね。もう届いたみたいだね。大丈夫かな？なんか真っ青だけど。これはクエンティン、ドラキュラさんの元で働いてるの。何が入ってるのかしら？黒いスプレーがあれば車があっという間に真っ黒になるわね。白は本当に最悪な色よ。できた。飾り付けだってするわよ。吸血鬼の車みたいにしたいわ。クエンティンを見てそうしたくなったの。牙も忘れないようにしないと。恐ろしくなったでしょ。すっごく不気味。ウェンズデーの新しい車なの？ウェンズデーもイーニッドもよく頑張ったね。イーニッド、また何か頼んだの？ええ、細かいものよ。車に置くおもちゃとか買ったの。まずはシートにカラフルなカバーをかけないとね。柔らかくて素敵。後ろには私のお友達を乗せるの。気に入ってもらえるはずよ。そしてハンドルのカバーもね。私の車みたいに可愛いでしょ。もっともっとカラフルにしちゃいたい。私の大好きなハギーワギーよ。もっともっと可愛くてふわふわなものを置かないとね。あと少しで車が完成するわ。あ、可愛いインテリアだね。負けるわけにはいかないわ。私だってすごいインテリアにするからね。ちょうど黒いカバーがあったはず。黒いクッションとハギーワギーを乗せないとね。ハンドルカバーも忘れずに。運転中にこのハンドルを触るところが想像できるわ。あと少しで完成ね。この子は友達のジャック。かわいいでしょ。これは親からのプレゼント。できたわ。レンズで最高すぎて鳥肌が立っちゃったよ。それもお友達なの？ええ、痩せすぎちゃったボブよ。ハロウィンのシーズンじゃないのに。最悪、早く隠れないと。ベンズで何してるの？ハンド、道具を貸して。早く。ちゃんと仕事して。ありがとう。ベンズで何してるの？話してくれる？あ、イーニッド、調子はどう？ベンズデーが何かしてるんだけどよくわからないんだよね。話してあげるから待ってて。ハンド、どこなの？どこに行ったのよ。絶対に見つけ出すからね。もうめんどくさがり屋なんだから。怒らないから出ておいで。どこにもいないんだけど。地獄にでも落ちたのかしら。必ず見つけ出してしつけをしてやるからね。あれ、なんで並んでるの？おかしいね。何か売ってるのかな。ここで何が起こってるの？ハンドと一緒にサロンを開くことにしたんだ。すごいでしょ。何を開いたの？ハンド、見損なったわ。最近バラのお手入れをしてなかったわ。時間があるうちにやっておかないと。すっごくいい匂いがする。お母さんも気に入ってくれるはずよ。私の大好きなウサちゃんはどこ？あ、ウェンズデー？ここで何してるの？白すぎるわね。私のトランクルームにあるものを見たい？もちろん。
お邪魔するわ。何があるの？待って、目をつぶってもらうわよ。わかった。ちょうどいいものがあるんだ。サプライズ大好き。ああ、イーニッドは気に入らないサプライズだと思うけど、すっごく気持ち悪いよ。これはウェンズデーのトランクだから予想はできたことだけどね。イーニッド、我慢して。ヘビやネズミ、気に入ってもらえるといいけど。あ、何これ、柔らかい、面白い。私はサプライズが大好きだからヒントはいらないよ。あれ、何かキャッチできた。なんだろう。私はヘビが怖いのに。もう何なの、なんてことしてくれたのよ。ウェンズデー、やりすぎ。ウェンズデーが今からチェロを弾くみたいだね。Okay. 前から聞いてみたかったんだ。最悪な音、早く消して。そんなの音楽じゃないでしょ。敵にも聞かせたくないものだわ。スピーカーを買っておいてよかった。ボブ、本当の音楽というものを見せつけましょう。ミュージックバトルの始まりかな。すごい、イーニッドはどう受けて立つの。What? 何よ、猫の叫び声みたいなんだけど。あ、チェロを弾いてるのね。私の友達がびっくりしたんだけど。ハンド、何してるの。もっと綺麗な音楽を聴くようにしつけしたのに。私はすっごくいいと思うけどね。踊りたくなっちゃった。確かに少しだけ良さがわかるかも。私も踊りたくなっちゃったわ。すっごく楽しいね。二人とも同じ趣味が見つかった。音楽には団結力を高める。きっと面白くなるはず。早く蓋を開けよう。ビータから始めて。やだ、なんて最悪なの。というよりかトゲトゲだね。私本当にこのサボテンを食べなきゃいけないの。怖いわ、トゲが刺さっちゃう。まあいいわ、なんとかなるはず。痛い、もういいでしょ。まだまだよ、早く食べな。あ、いいこと思いついた。トゲを全部切っちゃえば痛くなくなると思う。ちょうどいいパンチだってあるわ。じゃーん、これで噛むたびに痛い思いをしなくても済むわ。サボテンが美味しいといいんだけど。どう？すごく早く完食したね。そんなことないわ。すごくまずい。伝わったよ。次は僕の番だね。待って、レディーファーストよ。それに私のは美味しそうなアイスクリームなのよ。早く食べなきゃ。ビーター、私のアイスどこに隠したの？早く隠して。いやよ、よく見て。丸い形をしてるでしょ？私のよ。それぐらい簡単に直せるわ。温度を上げればアイスクリームもドロドロの液になる。でもコーンが三角だからその液は私のものよ。できた。なんて美味しいの？ビータにあげたら絶対に後悔してたわ。美味しすぎるの。アレックスも蓋を開けて。すごい、なんて綺麗なんだ。美味しそうなサンドイッチだよ。早く食べたいな。誰とも分けなくていいのも嬉しいな。これは全部僕のものだ。自分のだけだって。サンドイッチを食べるための作戦を思いついたわ。アレックス、ビータが呼んでるわよ。この包丁で四角いサンドイッチを切れば2つの三角になるわ。ごめんね、アレックス。でもこうするしかなかったの。私もお腹が空いてるのよ。そうきたか。だったらこの三角のサンドイッチに同じ三角の唐辛子を入れちゃおう。反応を見るのが楽しみだ。おいしい。アレックス、残念ね。あれ、逆に良かったわ。え、何かおかしいわ。え、どうしてサンドイッチに唐辛子が入ってるの。助けて。火を消すのにぴったりなものがあるよ。早く飲んで。
早く貸して。私が飲んだのは何だったの？あー、すごい、いいショーが見れた。さあ次は何が出るかな。ビータはチップス、私は？あ、おいしいものが当たるといいな。ドッグフードって、僕は犬じゃないのにこんなの食べたくないよ。その必要はないわ、私が先に食べるからね。早くスイカを食べたいな。なんてジューシーなの、真夏日にはぴったりね。私でもスイカを食べる方法思いついたわ。この専用スプーンを使うの。ケイシースプーンをどうぞ。そっちの方が食べやすいわよ。ありがとう、本当に食べやすいわ。残念、これでスイカは私のものよ。丸く切ってあるじゃない。今度からは気をつけてね。やったわね、くらえ。外れよ、いくらでも投げていいわよ。私はスイカを食べちゃおう。あなたのせいでスイカもあと少ししか残ってないじゃない。残りは誰にも渡さないからね。おいしい、完食よ。ビータ、あなたの番ね。チップスはきっとおいしいわ。プリングルスならなおさらね、大好きなのよ。私もよ、だからビータからチップスを奪うの。振るだけで手に入るから楽勝ね。おかしいな、どうして空っぽなの。チップスはどこ。大変だわ、誰の仕業なの。チップスはどんな形でも美味しいでしょ。でも僕はドッグフードを食べなきゃいけない。こっちの方がまずいよ、匂いを嗅いだだけで吐いちゃいそう。食べなくてもいい。ちゃんと食べなさい、見てみてよ、まずそうでしょ。味見だけでもしてみないとか。あー最悪、まずいよ。ドッグフードは専用の食器で食べるのよ。私が持ってきたことに感謝しなさい。感謝するよ、これでもっと見栄えがひどくなった。スプーンで食べるのは絶対に無理だ。手伝ってあげるわ、動かないでね。必ず入れるわよ。えい、どう、おいしい。これよりもまずいものは食べたことがないよ。これの何が面白いの。本当の面白さはこれから僕が見せてやる。なんてことしたの、私たちにまで犬の匂いが映るじゃない。楽しいね。今回運がいいのは誰かな。見てみましょう、私じゃないみたい。僕は運が良かったよ、お寿司は大好きだ。私もよ、チョコレートが当たった。それにとても美味しいチョコなの。お店ではなかなか見つけられないから貴重よ。みんなも美味しそうによだれが垂れているでしょうけど、私は絶対に分けないわよ。美味しい、もっともっと食べちゃいたいな。食べられてよかった。でもその前に空手の技を見せるわよ。ほらすごいでしょ、私はいつでも仕返しできるのよ。これからすごい技を見せるわ。チョコレートを口でキャッチするの。それだけじゃないわ、一つぐらいなら誰でもキャッチできるし、全部一気にキャッチするわ。一つもキャッチできなかった、恥ずかしいわ。気にしないで、これで僕もお寿司を食べられるし。まずはお箸を取りな。僕はお箸を使えないんだよ。今から使い方を学習すると一つも食べれなくなる。でもお箸の使い方さえ変えてみたらどうかな。例えばお箸にお寿司を刺してそのまま食べるとか、食べやすいし手も汚れないよ。私とも分けてくれる？いやだ、それにお寿司なんていらないでしょ。ジューシーなレモンを食べな。どれだけ酸っぱいのか想像できるわ。はあ、いやだ、まさかレモンがブーメランみたいに戻ってくるとは。どっか消えて。レモンはビータの運命だったみたいだね。なんてバカバカしいルールなの。そうよ、レモンを少しマシにする方法さっき思いついたわ。顔を向けばいいの。Awesome! あ、ごめんアレックス、
でも新しい髪型の方が黄色い T シャツによく似合うわよ。よし、おふざけもここで終わりよ。あー、レモンのせいでおかしくなったわ。ひんやりとしたシャワーが必要。これでだいぶ良くなったわ。面白い顔だね。玉ねぎだけはやめて。臭くなるのなんて嫌よ。なんて大きなピザなの。最高だわ。僕は一番おいしいシュワシュワの飴だ。まずは私がこの玉ねぎを始末してもいい？最後に残すのだけは嫌だわ。どう？おいしい？もうからかわないでよ。本当につらいのよ。この玉ねぎがどれほどまずいかも知らないで。きっと一口食べただけで吐き出すわよ。私も戻しそう。なんて臭いの？ごめんなさい。あら、ケイシーのピザの上に丸いサラミが乗ってるわ。私のものってことね。こんなに美味しいものが私を待っているって考えると嬉しいわ。丁寧に切れば四角いピザができるね。僕も食べれるってことだ。僕にはシュワシュワのキャンディーもあるから手を汚さないようにしないと。なんてことするの？恥ずかしくないの？私のピザなのよ。四角いから僕のだよ。はあ、ほとんど何も残ってないわ。でも全部食べられなくてよかった。少しは食べられるわ。僕にはシュワシュワのキャンディーが一袋もあるよ。早く食べてみたいな。見た目は美味しそうだよ。あ、本当にすごいわね。期待しないでね。全部僕一人で食べるから。美味しい。もっともっと欲しいよ。欲張りね。上から雨が降ってきたらどう思う？あはは、これでいいのよ。私たちを怒らせるとこうなるわよ。これから新しいクッキングチャレンジが始まるよ。エリスが食べたいケーキを見せるから、みんなはできるだけ似たようなケーキを作るの。わかった？準備ができてるなら始めるよ。まずは卵から始めるわ。正しいでしょ。あ、ちょうどよく割れてくれたのね。殻はいらない。すっごくベトベトしてるんだけど。おばあちゃんが手伝ってあげるわ。見て見て、殻はこうやって取るの。私は世界一優しいおばあちゃんね。どんどん続けるわ。いい感じでしょ。今度は何かな。砂糖？そんなに少ないの？ケーキはもっと甘くしないと。全部入れちゃおうと。砂糖を全部入れたの？そうよ、砂糖を少しだけ食べただけなんだけど。ああ、今度は牛乳？私も入れるわ。ああ、大変。こぼれちゃった。まだ残ってるから平気よね。いい感じ。おばあちゃん、使ってもいい？あ、アクション。あー、汚くなっちゃった。私、ブサイク？そんなにびっくりしないでよ。これで元通りでしょ。さ、続けるわよ。これぐらいでいいかな。あとはよく混ぜること。手で混ぜた方が簡単だと思うわ。最近残ったら泡立て器の使い方すら知らないのね。バカ者はそんなものを使わないわ。だって自動泡立て器があるんだもの。シェフの私だって自動の機械を使ってるのよ。私の生地はどうかしら。あら、忘れるところだったわ。ココアよ。私の孫はチョコレートが大好きなの。一番おいしいケーキは私が作るんだからね。さあ、オーブンで焼くわよ。
Oh my God. あ、いたた。身動きが取れなくなっちゃったわ。私も随分年を取ったものね。おばあちゃんはもう生地を焼いてるの？私はおやつタイムよ。あ、いいこと考えた。オレオを粉々にしたらケーキに使えると思うの。型に入れて、今度は生地に戻るわよ。型に流して色をつけていくの。カラフルな生地にするんだ。私みたいにね。すごい、綺麗な色。そして今度は大きな型に流すの。綺麗なマーブルになったわ。おばあちゃんを起こさないようにオーブンに入れようっと。シェフは何してるの？二人ともケーキをオーブンに入れたのね。じゃあ私もそろそろ始めようかしら。見習いなさい。まずはお皿ごとに移して色をつけるわ。最高なカラフルケーキができるはずよ。今度は私のお気に入りの型にカラフルな生地を流すの。一番最高なのは私のケーキだからね。すごいじゃない。あら、寒いの？編んであげたわよ。あら、そうだったわね。ジルがいなかったら忘れるところだったわ。さあ、焼けたのかしら。あら、いい匂いね。気をつけて。ごめんなさい。さあ、できたのかしら。すごいね。いい匂いがするのよ。シェフ、ご覧なさい。ジル、シロップをおばあちゃんに貸しなさい。私らしいケーキを作りたいの。ほら、素敵でしょ。私のケーキもできたみたい。どうかな。あ、熱い。でもいい感じにできた。何を塗ろうかな。マシュマロとかどうかな。まずは味見しないとね。おいしい。じゃあケーキに塗っていくわよ。そして上からお菓子をのせていくの。綺麗になること間違いなし。エリスも気に入ってくれるはずよ。拍手ありがとう。私のケーキ本当に素晴らしいわ。食べたい。何よ。あ、おばあちゃん、これはエリスのためのケーキだから台無しにできないわ。私のビスケットもできたわ。早く出さないと。これからどんどん完璧なケーキを作っていくわよ。この鮮やかな色に真っ白なクリーム。さあ、伸ばしていくわよ。トッピングもかけないとね。ほら、ご覧なさい。なんて素晴らしいケーキなの。ヤミー。最後はチョコレートシロップよ。なんでカラフルだと思う？虹になるからよ。すごいでしょ。私はなんて素晴らしいシェフなの。準備はできた？それなら試食を始めよう。あ、どれも綺麗なケーキ。すごく綺麗なドレス。食べてみたい。おいしい。ケーキはどうなのかな。ケーキもおいしいよ。嬉しいわ。今度はこれ。チョコボール大好き。今度はケーキも食べてみたいな。お姉ちゃん、おいしいよ。
これは何？虹色だ。虹も食べられるのかな。チョコレートだ。今度はケーキも食べてみないと。あ、10点満点。シェフのケーキが一番気に入った。シェフ、おめでとう。から始めよっかな。バニラアイスと目玉グミが大好きなんだ。美味しそうだね。目玉グミは多めに入れよう。よし、混ぜるよ。できたぞ。あとはマシーンに流してコーンを用意するだけだ。トッピングはどうしようかな。ポッピングキャンディーに決めた。美味しいアイスの出来上がりだね。次のアイスを作ろう。僕はオレンジアイスが嫌いだけど、好きな人は多いよね。臭いチーズも使おうっと。こんなの気に入る人はいないと思う。これぐらいで十分かな。できた。あとはこの猛烈な匂いがするアイスをコーンに入れてトッピングをするだけさ。鳥の足にしようかな。角が生えてるみたいだ。これを食べることになるのは誰かな。じゃんけんで決めちゃおう。ナンシーの勝ちだね。ほら、美味しそうなアイスをもらって。綺麗。味も美味しいわ。ポッピングキャンディーってこんなに弾けるのね。もう待ってられないわ。アイスを食べたい。何これ、これ食べられるの。ナンシー、交換しない。あら、そう。あ、いいこと考えた。化けたくないなら食欲をなくさせるわ。見て、かわいいでしょ。やめてよ。なんてことしてくれたの。まずい。吐き出してもいい。あ、カバンだ。ごめんなさい。私の大好きなカバンだったのに。ごめんなさい。今度はどうしよっかな。そうだ、いちごアイスはなぜか子供たちに大人気だよね。赤いお肉が合いそうだ。よし、混ぜるぞ。できた。出来上がった液体をマシーンに入れてソフトクリームにしちゃうよ。トッピングは？おお、小魚だ。いいと思う。臭いけどいっか。恐ろしいアイスの出来上がりさ。次に進もう。ライムアイスは色がすごく綺麗だよね。同じぐらい緑で新鮮なものを合わせないと。サボテンの出番だよ。トゲを切り取ったら安全になるよね。よし、ブレンダーに入れて起動させよう。できた。マシーンに流してソフトクリームにするよ。面白い感じになった。トッピングはもちろん焦げ。捨てるのはもったいないさ。よし、味見してもいいよ。どのアイスが欲しい？嫌ならナンシーに手伝ってもらって。最悪。やった、ナンシーのアイスがそんなのだったら私のは美味しいってことよ。なんでトゲがあるのかな。ナンシー、もらってもいいわよ。アニーならできるでしょ。おいしいアイスクリームばっかり食べることはできないの。ナンシー、何笑ってるの。魚アイスは食べてみた。自分のアイスだってごちそうではないでしょ。知ってるわよ。見たくもないもの。なんだか肉の味がするんだけど。アイスクリームに肉を入れたの。かわいそうな兄。いいことひらめいちゃった。大好きなバニラアイスをブレンダーに入れよう。今回は最悪な野菜のブロッコリーの出番だ。変な形だよね。こんなの誰が食べるんだろう。よし、マシーンに流してソフトクリームの形にしていくよ。緑で綺麗なアイスになったね。トッピングはどうしようかな。うずらの卵？いいね。次はどうしようかな。
そうだ、ライムアイス。どう？スキットレズを使うよ。綺麗な色になるはずさ。おお、すごいな。マシンに次いでコーンとトッピングを忘れないようにしないと。グミが合うと思うな。できたよ。どっちから食べる？兄、早く取って。どんなアイスが食べられるのかな。あ、おいしいわ。これってミミズグミ？今日食べた中で一番おいしいアイスクリームよ。ナンシー、残念だったわね。史上最高に美味しかったかも。私もラッキーになれ。あれ？何これ？どうやって食べればいいの？絶対に食べて。わかった、ちょっとだけなら食べてあげるわ。敵にも食べさせたくないデザートよ。最後まで食べろって言うの？わかった、やってみせるわ。まずい。アニーに吐き出すのはやめて。やあ、爆発的なアイスクリームを作ってあげよう。バニラアイスに美味しいチョコボールをたっぷり入れよう。美味しそうだね。いくぞ。上からかけるのは小さいオレオさ。いいね、僕も食べたくなっちゃったな。よし、次。何を合わせようかな。苦い玉ねぎとかどう？僕の大好きなバニラアイスが台無しになるけど、チャレンジのためなら何でもするよ。今回のトッピングはどうしようかな。お、小さいタコだ。不気味な生物をアイスクリームにのせよう。二人とも綺麗なアイスを作ったテッドに感謝してね。私から選ぶわ。え、何これ。今度はアニーの番。おいしそう。チョコレートアイスよ。完璧なデザートね。いいな。私の方は本当に最悪なんだけど。本当に臭いわね。でも絶対に食べてみせるわ。まずはタコさんよ。海水みたいな味。アイスはどうかな。まずい。ナンシー、すごいじゃない。あ、大変。ナンシー、大変なことになったね。よし、次のアイスクリームだよ。どんなのにしようかな。そうだ、ミントアイスをまだ使わなかったよね。口の中を爽やかにしたいなら歯磨き粉も入れないと。歯は一生磨かなくてもいいね。できた。サクサクなコーンにソフトクリームを入れていくよ。トッピングはメントスにしよう。できた。今度はレモンアイスだよ。もっと酸っぱくしちゃおうっと。これは酸っぱいジャムなんだ。これでより良くなったかな。よし、ソフトクリームにするよ。トッピングは酸っぱいキャンディ。完璧にマッチするはずさ。食べたら顔がすごいことになりそうだね。どっちから選ぶの？一緒に取り出したいって。あ、おいしそう。どう？おいしいけど酸っぱい。アニーも早く食べてみて。あ、ミント味。すごく元気になったわ。もう止まらない。あ、息が冷たくなっちゃった。